g ゾネ W42CA は、カシオ計算機及びカシオ日立モバイルコミュニケーションズが、日本国内向きに開発した、au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3、3.5世代対応携帯電話である。先に発売された g ゾネタイプ R の上位に相当する機種。同機種発売後に、要望のあった。 CDMHXWIN に対応した端末で、CDMHXWIN 対応端末では、カシオ発の区分が液晶、および au 携帯電話専用オリジナルプラットフォーム、KCP を採用した機種である。ターゲットとしている、年齢層の違いから、ボディデザインは G、ゾネタイプ R に比べ控えめなものに変更されている。一方、E03CA は、 W42CA の一部を変更した、カシオ初の Bluetooth 対応端末であり、法人向け端末である。E03CA は、W42CA をベースとし、Bluetooth や 1200mAh の大容量バッテリー等を搭載した、法人ユーザー向け端末で、2006年12月に発売された。法人向けモデルだが、既存の法人向けモデル、e 0 s a a W44K、K2 法人アプリプリセットモデル、W61K 法人アプリプリセットモデルと、異なり、既存の 1X 対応法人向けモデル、B01K や1 x ウィン対応法人向けモデル、E05SH 及び、e K、E07K、E08T、スマートフォンの E30HT 同様、一般のユーザーも取り寄せることが可能である。 外見上は W42CA と比較して奥行きが 33mm になっている点を除けば W42CA とほぼ同じで大きく重くなった分ヒンジが強化されている E03CA に W42CA のバッテリーを装着することもできその場合は同様の寸法となるなお逆に W42CA で e 0 3 c a の大容量バッテリーを基本的には使用することはできない。主な法人導入事例としては、ヤマト運輸がセールスドライバー向けの携帯端末として導入したことを公表している。なお、ヤマト運輸で使用しているモデルは一般向けモデルとは異なり同社専用モデルで、同社以外に提供されることはない。 一番わかりやすい一般向けモデルとの相違点は、カンイルスメモのアナウンスが、こちらは、ヤマト運輸ですと、デフォルトで設定されている。2006年8月7日に、以下の不具合の修正が携帯アップデートにより、行われた。2007年3月29日に、以下の不具合の修正が携帯アップデートにより、行われた。他多数のサービスに対応。ありがとうございます。